さんこんばんは。10月25日8時になりました。ビズログチャンネルのお時間です。イエイエイエイ、ライブインディビリオンです。今夜のビズログチャンネルは、ライブインディビリオンアーチェリーベイン特番と題して、10月28日にリニューアルバムアーチェリーベインの作品を導入する僕たちがお届けします。はい、ビズログチャンネルでは、この後の登場いただくゲストの皆さんへの質問やメッセージ、相談等などなどをお待ちしております。メールアドレスは、ch@takestar.com.jp までどしどしお越しください。番組のね、最後には会員限定のシークレットコーナーもありますので、ぜひこの機会に会員登録お願いします。本日の会員限定コーナーは、メンバー4人がなんと、ジェンガ対決を予定しております。イエイ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 。それでは、はい、ライズインディビルンです、どうぞ。はい、よくできました。頑張った、はい、頑張った、いい司会者ですね、はい、もう汗かいた、はい、自己紹介ですか。はい、じゃあ自己紹介お願いします。はい、ボーカルの黒です、よろしくお願いします。はい、はい、ギターのタジです、よろしくお願いします。ドラムのアメです、お願いします。はい、僕がベースの渚です、よろしくお願いします。ですかね。でしたら、せっかくの2コーナーマなんで、視聴者の皆さんとコミュニケーションを取ってみてはどうでしょうか。はい、はい、はい、通すでいいね、コミュニケーション取りたいですね、はい、みんなとね、あの、はい、だから何かカメラに向かって質問してもらったら、はい、あのコメントくれると思うんで、なるほど、コメントお願いします、はい、皆さん、皆さん元気ですか。何食べました。カレー食べた。あ、カレー食べた。あ、いいね、カレー食べた。いつ、いつの間に。絶対嘘。いいなすみません。なんかどう、カレー食べて、コメントが来るの今言ったよね。なんかあるかな。僕はピザ食べました、ちなみに。僕も食べました、ピザ。うん、美味しかったです、これ。渚君は何か食べましたか。僕もピザしか食べてないです。お腹空いた。はい、お腹空きましたね。で、これどんなタイミングで見てるんですかね。晩ご飯食べた後とか。8時やからね。そうか、もう8時か。そうそう、もう8時。もう食べてるか。はい。まあ。ご飯ね、何食べたか。あ、とんかつ、とんかつ、いいね、とんかつ。今元気になりました。ホルモン、あ、ホルモン、いいな。ホルモンがみんなめっちゃ美味しそうなもの食べてます、ね、肉じゃがとか。あ、いいね、はい、オムライス、はい、ね、みんなアルバム楽しみにしてくれてますか。いや、そこが一番気になる。逆に楽しみじゃない人見てるんすかね。わかんない、そう楽しみじゃねえけど、見てるよ。あ、スタッフの人もいいかもしれない。なるほどね。でもさっきね、あの待っててくれてる間に曲が流れてたみたいで、はい、どうでした。いるしたんけどね。どうでした、さっき流れた曲は。聴、ね、いてたかった、ね、あ、今バッチリね、映ってますよ、ニラファン。ね、楽しみにしてくれるみたいでね、嬉しい限りです。うん、はい、はい、でしたらね、本日はね、アーテリーベインのコンセプト王道と邪道のデュアリズムにかけた2つの企画を用意しております。はい、はい、じゃあ早速ね、はい、その最初の企画に行ってみましょうということで、行ってみましょう、はい、行きましょう、行きます。ででん、4人で揃えて王道力診断。おー、イエーイ、はい、はい、コーナー説明いたしますね。アーテリーのテーマ何ですか。はい、王道ですね。王道ですよね、はい、王道にかけて番組が出題したお題に対する王道な回答を手元のフリップに記入してもらいます。はい、はい、なるほど。もちろん僕たち4人のメンバーは答えは一致するはず。ああ、なるほどね、メンバー全員が一致しなきゃダメっていう。そうです、はい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 。もし一人だけ回答がちゃうかった子は最後に罰ゲームをしてもらいます。あ、罰ゲームなんですね。そうなんですよ。ああ、なるほど、それはやばいですね。今日の司会は渚さんですよ。はい。今日の司会はもう名司会なんで、ね、不安があるので言いますよ。ちょっとね、司会早速やらかしてしまってですね。はい、何ですかね。あの、ちょっとお題の紙を嘘やん、
置いてくるという。お宅の紙置いてきた。あ、なるほどね。ちょっと。OKOKOK。そういうのはね、スタッフさんがね、ちゃんと持ってきてくれるんでね。すいません。ちょっと待ってましょうね。とんでもないしかいない。お題の紙。とんでもないしかいない。忘れちゃった、お題。最高ですね、今日の司会は。まあ、今日はね、あの天の声さんがいらっしゃらないということで、僕たちがね、そう、はい、メンバーで自分で自力でね、やってるわけなんですけど。天の声はどこ行ったんですかね。天国ですか。天国に行っちゃったかもしれないですけどね。はい。あ、はい、やってきましたね。やってきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。お題が来ましたよ。ああ。行きましたけど。あ、テロップもちゃんと出るそうですよ。お、なるほど。なるほど。じゃあごめんなさい。お待たせしました。はい、最初の、いきますね、お題。はい。ライズ・イン・リベリオンの代表曲といえば。はい、ああ、なるほどね。これ、ね。これ難しいな、でも。なるほど。王道ですかね、王道。え、どの曲でもいいんですよね。どの曲でもいいですね。あ、そうそうそう、今の既存曲はね、はい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 、なるほどね。はい、書きました。これでも、あれですよね、割とまだ簡単な問題かな。うん、多分みんなも一緒に考えてくださいよ。そうっすよ。あ、罰ゲームマジで嫌だからな。いや、俺これ横めっちゃ見えそうでカンニングしてしまいそう。気をつけます。あるやん。ああ、あれ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 やん。それそれあれあれやん。それそれあああれあれ、多分これだと思うんですよね。俺もこれだと思うけど、うん、まあまあまあ、絶対合うやろってめっちゃプレッシャーあるよ。ちょっとどうしよう。はい、できました。書いてある。見ました。じゃあ行きますよ。じゃあせーので出しましょうね、みんな。はいはい、行きます。せーの、じゃーん。じゃーん。全然合ってない。分からん。見えるかな。見える。合ってない。え、飛んでる。見ます。ちょっと思って